パステルメモリーズは、不流から配信されていたスマートフォン用ゲームアプリ。略称はパスメモ。2017年7月14日にティザーサイトの公開とともにタイトルが発表され、同日より事前登録を開始。同年10月23日よりサービスが開始された。基本プレイ無料でアイテム課金が存在する。 2019年8月6日をもってサービスを終了した。今から少し未来の 20xx 年、かつてはオタクの聖地と呼ばれた街、秋葉原はなぜかオタク文化が衰退してしまった。オタクショップ、うさぎ小屋本舗の店長は店に集う多様な才能を持つ女の子たちと共に様々な世界に取り付いたウイルスと戦いながら、 人々の心の中から失われた思い出を取り戻すことになる。2018年2月23日に公開されたパスメモチャンネル。第3回放送内にて t v アニメ化が発表され、2019年1月から3月まで東京 MX 他にて放送された。なお、第2話については制作委員会の判断により、2019年3月25日に、 配信終了とし、第1話も、翌26日より修正版への差し替えが、発表された。また、BD、DVD についても、当初全3巻での発売が予定されていたが、第2話を未収録とした BD ボックスの発売に、変更されている。この第2話については、ご注文は、うさぎですかのパロディを内容としたものであり、内容に問題があった可能性が指摘されている。 パス、メモチャンネル。のタイトルで、音泉にて2017年12月15日より、毎月最終金曜日に、動画配信されている。パーソナリティは、マフィアカジタ、日った日より、森永繊細。パステルメモリーズラジオサー、ウイルスちゃんたち、やっておしまい。のタイトルで、音泉にて2018年12月18日に、プレ配信。 2019年1月8日より、毎週火曜日に配信されている。パーソナリティは、高橋聡明、秋、森永千歳。月刊コミックアライブの2019年2月号から5月号まで、連載、作画は、鹿の快楽。アニメ版が、ベースになっているが出動メンバーが異なっていたり、メモリアルチェンジがその作品世界に適した格好になるなど、若干の違いがある。 こちらもアニメ版と同じ題材の第1話と第2話を修正、加筆している。ありがとうございます。